はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょう、イスクストー2というわけでの実況していきたいと思います。839日目のログインの日記です。おー、ミコさん、ロッティ、ちなみに皆さん、今日は4月10日ということでイスクスト6周年記念の日なんですけれども、ちょっとね、まあいろいろあるということで、その辺は後ほど。右、カチコちゃん、なるほど。シーザーガールズ、ペアバトビネガルトゥリー。声がガラガラだと思うんですけども、私、寝起きと見せかけて、グッドじゃないんですよね。そう、珍しく早起きしてるように見えるじゃないですか。寝てないんです。寝れなかったんです。ベッドに入ってはいたんですけど、寝れなかったという、このまさかの展開ね。あんまりなかったんだけど、寝つき悪いとは言っても、そんなに最近寝れないことなかったんですけど、今日はね、確かにまあ、ちょっとね、夜寝ちゃったんですよね、夜ね。3時間ぐらい寝ちゃったんですよ。確かに寝落ちというか。それもあって、ちょっとね、ちょっと本当声ガラガラなんですけど、これね、ちょっとね、やばいっすね。よくないっす。というわけで、私この動画を撮った後に寝ようと思います。本当にひどいけどね。で、いろいろね、いただくものをいただきました。はい。ちょっとね、もう先に受け取ってしまったんですけど、まあ、これはちょっとあの、ね、都のエグハンド、延長されているんですけども、そして私、多分私、いろいろとね、ありまして、まあ、先にちょっと、読むもの読ませていただきたいかなと思いますね。はい。どっからだ？どこだ？わかんない。わからん。これかな？それ、まずここだね。はい、隊長の皆様へということでね、スクスト2プロデューサーの明石王様ですね、様と言ってしまいましたけども、来たる4月10日にスクストはサービス開始6周年を迎えます。隊長の皆様の日頃のご愛顧により、ご愛顧に心より感謝申し上げますと。さて、スクスト運営開発チームでは、隊長の皆様に楽しんでもらうべく、この4月に6周年アップデートの準備をしてまいりました。はい、ありがとうございます。これはすでに発表中の大型新コンテンツ、境界プロトーンの追加を含む大変に大きなアップデートとなります。ですよね、楽しみにしてました。しかしながら、今般っていうんですかね、の新型コロナウイルス、感染症により社会的影響の波はスクストチームにとっても無関係ではなく、開発体制の現状と、今後の不安定な社会状況を考慮した結果、団長の思いではございますが、6周年アップデートの実施を5月以降に延期させていただく判断をいただきました。英断だと思います。素晴らしいと思います。はい、特にスクストをね、運営されているスクエニさんは多分本社が新宿で、多分新宿が今一番東京都内ではちょっと危険地帯といった言葉悪いですけど、ありますからね。はい、もう出社も控えていただき、サービスの更新はリモートとかでやっていただけたらと思うところでございます。難しいとは思うんですけどね。はい、楽しみにされていた隊長の皆様にはご期待に添えない状況となりましたことを深くお詫び申し上げます。隊長の皆様にご満足いただける内容に仕上げるため、スタッフ一同最大限の努力をしてまいりますので、しばしスクスト2運営開発チームにお時間をください。何卒よろしくお願い申し上げます。もう全然、もう本当にゆっくりというか、もうはい、じっくりとですね。逆にいっぱい練っていただいて、より良い6周年イベントを展開していただけたら幸いでございます。その間、少しでも隊長さんにスクストをお楽しみいただけるようお時間をくださいキャンペーンと称しまして、ささやかなキャンペーンをお届けいたします。詳しくはゲーム内のお知らせをご覧ください。施錠余剰じゃないな、施錠心施錠不安定の折、体調確認におかれましても健やかに過ごされることを願っております。今後ともスクスト2をよろしくお願い申し上げます。はい、というわけで、6周年イベントとかの延期等からね、含めてですけどもね、はい、今節丁寧な、ご対応いただきありがとうございますということで、これはまだもう英断と言わざるを得ないでしょう。私も実際、ちょっと前に上げた動画で、実際もう厳しいかなと、6周年イベントはまあ延期になるかなと、言って中途半端にね、展開するのも難しいと思うので、しっかりとね、時間を見ていただいて、程よいタイミングで展開していただけるのが理想的だと思いましたからね。はい。そして、こちらお時間をくださいキャンペーンの実施ということで、いつもスクールストライカー、すいませんね、もうヘロヘロなんですけども、いつもスクールガールストライカー強いご利用いただき誠にありがとうございます。今般の新型コロナウイルス感染症による開発体制の現状と社会状況を考慮し、4月9日木曜に予定していたアップデートを延期とさせていただくことになりました。はい。楽しみにされていたお客様には大変ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。
延期となる主な更新内容、6周年アップデート、新コンテンツ、協会プラトゥーンを含むと、うん、で特訓イベント、期間限定ガチャおよびショップということ で特訓イベントも現状延期となってまして、まあ、この感じで見ていくと、まあ、協力戦も厳しいのかなと思われるところでございますよね。また上記の代替として4月9日定期メンテナンスよりお時間をくださいキャンペーンとして以下を実施いたしますと、今後の状況によっては予定変更させていただく可能性がございます。その際は改めてお知らせさせていただきますと、まあ、とりあえず現状の、まあ、暫定措置というか、はい、まあ、臨時のということになりますよね、はい。で4月新コースイベントの延長が開催、これは珍しいというか初めてのパターンですよね。4月8日に終了した、4月新コースイベント終了期間を延ばした上で再度開催いたしますと、はい、私もね先日の動画で、まあ、新コースイベント、何でしたっけ、もうダメだあのイースターエッグのね、やつなんだっけ、あれだ名前が出ないけど、今動画のタイトル見ればいいですね、はい、まあ別にあれなんですか、宮区のエッグハントですね。宮区のエッグハントは最終日ですよ、今日までですよみたいな動画上げたんですけど、まさかの延長という、まあそれは全然、これは逆にっていうね、まあこれはこれでなるほどというところなんでね、うん、はい、延長させていただいておりますので、私の方はお客様やだよ、それじゃない、でごめんなさいね、はい、こちらですね。で、延長ということですね。はい。で、またこれに合わせて、交換所の新コースイベント報酬にいくつかのアイテムを追加ということですね。うわ、すごい。逆に今なら寝れるかもしれない。ずっと寝れなかったけど。で、ミッションの進捗領事、獲得スコア、交換所の在庫などは4月8日までの状態が引き継がれますということでね、引き継ぎ継続状態からということになってます。で、お知らせ等では延長前の期間が表示されている場合がありますということでね。で4月9日木曜日定期メンテナンスが4月29日まで、とりあえず今月いっぱいということで、ものすごいコスイベントがめちゃめちゃ長いという、ある意味これは斬新ですよね。で、対戦の獲得期限ちゃんと新アイドアップが、ついたりとかしています。期間中は。だから育成期間ですね。まあ力を貯める期間というか、本当育成期間といっても過言ではないでしょうね。で、まあ、期間アップも一応4月29日のラストまでと。で、冒険チャンネルの獲得ボーナスも増えてる。これ大きいですよね。はい。だからこれは冒険チャンネルもちょうどいい期間、育成期間になるかもしれません。はい。で、これも同じ期間ですね。基本的には全部、4月9日、4月29日まで。あと、ログインボーナスが、期間中に毎日1個のアイテム、探索リミットエリクサー、対戦リミットエリクサーと、レアガチャ券もいただけると。毎日、ありがたいことです。4月30日までなんですね。これは4月10日から4月30日と。で、各種プライムパス権利の配布ということでね、こちらね、15日分いただきました。ありがとうございます。で、4月9日定期メンテナンスということから、まあ、4月29日、まあ、お客様一回借りるということでね、はい。お客様には、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんと、引き続きスクールガールサイバーズをよろしくお願いいたします。こちらこそです。まあ、本当ね、ありがたいですよね、本当。これだけやっていただけて。で、この間逆にね、ゆっくりと力を貯めて、っていう感じですかね。私はね、ちょっとあの、あれですね、まあ、いろいろと、なんです、あれです、まあ、エテルノランドとかね、記録更新を目指していこうかなとか思ってます。で、私ちょっとね、昨日でも動画的に、多分ね、失敗したのかなと思うのが、ここですよね。プライムボックス。これ、1日1回らしいんですよね。はい。1日1回。私、昨日の分、多分引いてないんですよね、これ。やってますね。知らないです。そういうこともある。で10連引いて、あ、福引きもあるんだよな。あ、エリクさんも欲しいな。まあまあまあ、よし、やっぱ慣れないとね、ちょっとこの辺はね。はい。で、あと何でしたっけ、そう、とりあえず延長されたんでスコアをもう行くとこまで行きます。てか私も全部交換しちゃったんですよね。だからまあ昨日の動画は第1次イースターエッグ2020交換回みたいなしたんですけど、まあ、第2次もあるということで、はい。で、一応5万まではいけるんでね、せっかくだから全部、あ、5万じゃない、4万でした。4万か、もうちょっとかかっちゃうな。4万で終わります。ですが、交換所になんと、2万5000で10連レアガチャが登場、そして URM 2限の使いは1万2000ごとに10個まで取れます。これが主に追加されたところかな。ということで、まあ、とりあえずね、10連レアガチャ券も優先的に取って、
ですかね。はい、まあ言って期間は相当長いんで、多分まあ4万スコア超えようがやろうかなって感じですね、とりあえず。うん、UR ミニゲントスからひたすら交換するのも一興かなと思って、まあ冒険チャンネルとの併用がちょっと悩ましいんですけど、まあ、とりあえずやっていこうかなという感じになっています。はい、デニホちゃんのダメスマッシュが出ても倒せないでしょう、残念ながら。もうあと2パンでノーボイスですね。あ、これ初めて見たかも。お、すごい、パフェで殴るかと見せかけてパフェはちゃんとキープしてる、すごい。これはウェイターの鏡、いやウェイターじゃない、ウェイトレスかな。うん、いいですね。はい、というわけでですね、まあいろいろちょっとね、今後のやつがね、お、6年の重み、こういうのね、ありますよ。専用ボイスが、ボイスはないですけど、専用セリフがあったりとか。まあね、6周年、私はまあ始めてからまだ2年と、4ヶ月かな。4ヶ月と言っていいのかな。うん、そうですね。まあ2年と4ヶ月ほど経ってます。で、私の2周年記念動画もこの機会に出すチャンスかもしれないですね。多分協力戦とか、とりあえず特訓イベントがね、ちょっと厳しい状況だと思われて、協力戦も多分厳しいのかなと思われますからね。なんで今月中は、まあ、皆さんね、ぜひ、ちょっと私なんだか企画しようかなと思って、ちょっと。まあ多分生放送ね、エテルノランドの生放送やる予定なんですけど、なんか、私と競おうみたいな、私と競いませんか、エテルノランドの記録王みたいなイベントを開催しようかとちょっと思ってたりとかね。まあイベントって言ってももちろんオンラインのイベントですよ。そんなね、今のご時世、なかなかね、そういうオフのイベントはできないです。できませんから。で、まあ、今月中にするか、その私のやった配信中にするかは考えるんですけど、まあ、ただ難しいんですよね。自己申告制になるから。まあ、一応ね、まあ、Twitter とかで、DM とかで画像を送ってもらったりもできるとは思うんですけど、まあ、それで私と記録を張り合って挑戦しませんかというような企画をやってみるのも一挙かなと。まあ、それであんまり景品みたいな用意できませんけど、ただ私、自分は無課金なんですけど、人にその課金的なのを助力するのはありだと思ってるんですよね。私が課金しないけどっていう。まあ言うて私そんなに今財力に余裕があるわけではないですし、今のこのご時世ですからなかなかね、まあ逆に、まあね、そんなにね、お金もそこまでは使わないんですけど、それでもですけどね。まあある程度蓄えはもっと置きたいですし、まあ今何よりちょっと広告収入が下がってるので、私の収入がちょっとね、露骨に、めべりしそうなんですけど、まあ言うて別にそんな稼いでたわけでもないんですけど、まあこれはちょっと考えますけど。で、ちょっと考えてるのが、そのまあ、俗に言う Amazon ギフト券みたいなやつ、ただ問題は Amazon ギフト券じゃダメなのかな。私課金したことがないので、課金に何が必要なのか知らないんですよね。だからその課金につながるものを、本当にちょっと定額でもいいんです。いいというのであれば。例えば、うん百円とかね、1000円出すのもちょっと私今悩みますけど、そんな裕福じゃないんでね、なんですけど、まあもしそういうのできたらなと思うんですよね。ただあんま露骨な、その、なんていうのかな、プレゼント企画みたいなのをやっちゃうと、まあちょっと YouTube さんとかからちょっと、ね、お叱りを受ける可能性もあるんでね、なんでほどほどにやれたらと。ただまあ一応ですから、せっかくですから、なんか何かしらの皆さんのモチベーションが上がるような、ものを出したいというところもあるんですけど、一番手取り早いのは私としてもやっぱり、その皆さんが課金に使えるもの、ただこれでこの企画で渡したものはスクストに課金していただかないとちょっとダメなんですけどねダメっていうか、まあ、そこまで証明しろとは言いませんけど、まあ一応ねそういう体って言っちゃうとあれですけど、やっていただきたいんですけどね。まあその辺はちょっと考えますけどね。まあ一応少なくとも4月中にスクストの、まあ、エテルノランド生放送をやる予定ですし、あとはなんならちょっとね、動画も多分、そんなに、なんだろう、メリハリというか、なんかそんな目玉的な動画は、多分編集がっつりした2周年記念動画ぐらいしか多分ないと思って、日々のやつは、なんならね、最近スマホ配信も復活したんで、日々のやつは生放送でやりながらエテルノランドでっていうね、ことも考えたんですよ。考えたんですけど、私基本的にスクストって寝起きで撮るんですよ。まあ今日は寝起きっていうかずっと起きてたんですけど、もう寝れなくてね。ベッドにも入ってたんだよ。ちゃんとね、床にも入っていたんですけど、寝れなくて、悶々としてましたけどね。4時間ぐらいかでも、4時間じゃないな、5時間以上か。まあまあまあ。寝れなかったんですけど、はい。まあ基本的に、
まあそのなんだ、ね、寝起きだとどうしてもエテルナンドやりづらいんですよね。眠いと、あとこれ結構ね、エテルナンドってやっぱ集中力とかとても大事なんでね、寝起きでやるゲームでは私はないと思ってます。やっぱ気力を出るときはやっぱりある程度コンディションが落ち着いたときというか、いい状態のときはベストだと思うんで、それとやっぱその朝一でそうね、エテルナンド1日のその私の毎日投稿というかスクストの毎日投稿なんだかんだでやってるんですけど、それの代替にするにはちょっと難しいかなっていうね。寝起きで、まあいつも通りのこのね、まあ、とりあえずこのちょっと溜まってるエネルギーだったりコロラビンスやったりとか、まあ、雑談なりとか、またお知らせ読んだりとか、まあいろいろあるんですけど、まあ、そういうのやったりとかするのはまあいいと思うんですけど、その後エテルナンドよしやるかっていうテンションにはならないですよね。何より寝起きの後は私朝ごはん食べたいですしね。まあこれは今日はこれから寝るんですけど、なんとも謎の、あれですけど、ね、夜勤してる時みたいな、この変な感じ。良くないね、バランスが。うん。はい。まあちょっとだから、まあ今後の企画とかに関してはちょっとまた考えていきますけども、一応まあこういう現状を踏まえてね、できることをお互いね、皆さんでやっていきましょう。なんか企画したりとかね。うん。まあこれいいですね。PEB。うん。上にここありますけども。はい、一応ね、まあそういう企画も考えてるよということでね、もしね、良ければご参加いただけたらありがたいですかね。ただあんまりその、なんだろう、露骨に対象、そうね、そう、例えば私を超えてる人は多分いっぱいいると思うんで、その人たち全員にはやはり出せないんで、まあ一応優勝者っていう感じになるのかな。で、そうだな、難しい。でもその辺ちょっと考えたいっていうか、考えないとダメですけどね。そんなに何か何人にもそんな私が賞を出すことはできないですからね。まあだから一番いいのがやっぱその配信中かな、配信に来てくれた方の中からっていうのが一番ベストかなとは思うんですけどね。じゃないと多分いっぱいいるから対象者が多すぎて、私と勝負して勝った人っていうか、あとすでに勝ってる人はどうするんだとかいうのもありますから、難しいですよね。まあ私も実際自分の気力伸ばす気満々ですけどね、負けるつもりは正直ないですよっていうのもありますけどね。だから私が下手なやつとか苦手なやつもありますからね。まあその辺はちょっとまあいずれやりながら、その場でというか、本当はその私は結構ノリが好きなんでね、もうその場で来た時に、でも来た方と相談して決めるのもいいかなとは思います。まあ、あと何かね、ご意見とか、まあ、リクエストもあればね、コメントとかに書いていただけたら反映できるかもしれません。あとはまあ課金とかやり方わかんないんで、まあ、生放送に来た人とかに聞こうかなと思います。だからそれで何が必要なのか、多分あれなのかな。私はあんま知らないんですけど、やっぱあとはあれなんでね、iPhone と Android でも多分違うのかな。多分その課金するために使うアイテムみたいな。多分コンビニとかで買えんだよね、確か。なんつったっけな、なんとかカードあれ、なんだっけな、あるよね、なんかそのなんつうかやつが、よくわからないけど、まあウェブマネーみたいなやつだ。でもアマゾンギフト券はアマゾンでしか使えないもんね。アマゾンで買い物するためのもんだから、アマゾンギフト券って。そうなるとあれだもんね、なんつったっけな、名前すぐ忘れちゃうんだけどね、なんかアップルじゃなくて、なんつったっけな、忘れた、もういいや。はい、じゃあそんな感じで、一応ね、まあこういう事態なので、まあちょっとね、6周年とかも楽しみたい気持ちもありますけど、それはね、来月の楽しみにとっておくということで、まずはこのね、本当コロナとかが収束するのが今一番大事だと思いますよ。やっぱ本当健康じゃないとね、皆さんね、やっぱね、何もできないと思うんでね、本当。だから健康に配慮しつつ、事態が収束するのを、じっくりと待ちながら、まあ、スクストのね、この育成とかもね、まあ、育成、この間に結構いっぱいできると思うんでね、私も育成をがっつりと楽しませていただこうと思うんですよね。にほちゃんも230分になりましたよ。というわけでね、はい。がっつり育成、あ、逆にか、この期間にイオティンの育成しますか、なんならね、それありだな、しよう。そうしよう。よろしく。そうしましょう。決めました、今決めました。よろしく。これでいこう。幼稚園100レベルまで、まあ、100レベルぐらいすぐ上がったりしますよね、結構ね。割とすぐ上がると思う。こんな感じでいきますか。はい。というわけで。ではでは、皆さんもね、ほんと無理のない範囲で楽しんでいきましょう。お疲れ様でした。バイバイです。